はい、御嶽田の原天然公園でした。まだ御嶽さんが見えますんで、ちょっと見ながら降りていくことにしましょうね。もうちょうどここぐらい辺になっちゃうと、ほぼ画面いっぱいになっちゃうんですかね。はい。本当に素晴らしい御嶽さんですね。はい、はい。これからですね、徐々に、この道をですね、下っていくことにしますけれども、下りもまた面白いですね。中央アルプスとかですね、それから乗鞍岳とかですね、それからいろいろが、ずっと連なっているのが見ることができますね。
御嶽2240スキー場のですね、ゲレンデ内をですね結構楽しくドライブしながらですね歩いてきました。本当に周りに木がありませんので、本当に景色のいいルートですね。そして、三笠山をぐるっと回るとですね、御嶽山が、画面いっぱいに広がるというところですね。はい、素晴らしいドライブルートでしたね。